Mega mehr rein. どうもこんばんは。今日は5月今も半ばかな。ちょっとガサガサしに来ました。とりあえず1回ガサガサしてみたんですけど、これ見えない、ちょっとライト今これ見えるかな。エビ、あちょしさカエルかな。オタマジャクシがカエルに なったなりそうなやつ、まだ尻尾あるやつね。エビばっかり、あとトラップ仕掛けてます。あ、これなんだろうね、これね、日本ダルマガエルだったかな、名前忘れちゃったけど。はいよ、はい、今もう一回やったんだけど、何タニシなんか取ってもしょうがなくね。ちょっとこっちもだな、ほら、あれ見して、何が入ってたの。いや、あれヤゴじゃん。あれ今どっか行った、ヤゴの抜け殻じゃないか、もうそれ。今オタマジャクシいたんだけど、どっかに。これこれエビだ、これだよ、ほらここにいんじゃん、ほら。あ、いたいた、エビ。あ、あとこれな、カエル、うん、入れちゃおうか、はい。入れた？と、あ、開いた。よし、一番入った。よし。ここにも入れたし。どうだ？危ない。いいよ。これだっけ？オッケー？オッケー？はい。で、これどうなのか。この辺、ほら。その辺もこう見ながらやってみ、これ。こうやって見てると泳いでんだよ。エビとか。見える？じゃあほら、もうちょいガサガサやって。あれだ、もう一回くらいどっかやってみ。なんかいた？入った？こっち持ってきてみ、こっちこっち。なんか変な虫。ああ、ヤゴだよそれ。ヤゴか。糸トンボとかのヤゴだね。うわ、雲いる。雲、水雲かな。最悪じゃん。ヤゴ逃がしてる。草多いからちょっと草倒して、うん、でそこの下ちょっとガサガサやってみ。ガサガサ見えんだよ。あ、すごい虫、すごいね。草についてた虫、うん、なんか入ったな。なんだそのゴミ。汚な。あんま入ってないべ。あ、エビ入ってる、エビ。卵持ってるこれ。うん、ああ、それはもう入れた方がいいな。うん。見してみ。これじゃ無駄な、うん、でちょっと俺にチェンジしろ。はい、はいはいはい、これで撮影しながらちゃんと撮ってくれる。ちょっと照らしてくんねえとよ。そうか、見えねえから。
ちょっと水中照らしてくれない？ザリガニだろ。ザリガニが入ったの。あ、いたいたいた。ザリガニね。動いてる。ザリだ、ザリ。ザリは、お返し。待って、今度こっちの方にとってやってみるわ。よいしょ、よいしょ。入らねえな、入らないもんだね。タネしかそれ。うん。アメンボとか。あ？まあいいや。はい。そうですね。こっちに幽霊がいるんだったら顔認証するんだよね。しない。いたいた。犬とんぽついてる。いないよ。すいません。はい、回収来ました。トラップの回収。はい、トラップの回収。1時間くらいしか置いてないからね。見せて。なんか入ってる？入ってる。魚入ってんじゃん。入ってた。お、大きいのも入ってますね。上、はい、上行くよ。はい、はい、はい。3匹ぐらい入ってた。油早くな。油見せ見せ、もっと、ちゃんと。はい、上、上、そのまま上行くよ。はい、ちょっと。はい、はい、持っててあげるから、はい。下、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 下。取れてる。はい、下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 。はい、あれ、いらない。はい、うるさいよ。いらない、カエルなんか。カエルじゃないよ、魚。カエル。行こう。油早かな。はい、早く。何？ハヤだね。アブラハヤだね。ハヤとエビが入ってますね。エビも入ってる。はい、でかいエビが。はい。でかいエビ？テナガエビ？はい。ほら。見て見て。ほら。ほら。見てて。あ、本当だ。テナガエビだ。おお。見せて見せて。はい。うん。アブラハヤ。大きい。わ、すごい。ハヤ大きいですね。全部餌食べられる。生臭いなんか。それは魚だから、ね。違う、餌が臭い。あ、そういうことか。ねそのハヤって食べれるの？あ、お父さんこれなんですか？水の。あ、それね、多分あのヤゴ。ヤゴ。ヤゴ、あのなんだっけ、イトトンボのヤゴ。あ、だから。うん、あ、誰お前さ。いやあの。勘弁してよ。大このおならの匂いは入ると。なくさ。さ。何勘弁してよ。あれ、お父さん、水木、おならしないで水木、ちょっと。出ないで。臭いな。まあ、男同士してさ、そのタイミング。すごい、お父さんなんかあそこ見てください。いっぱいホタルが飛んでんだ。ホタルすごいね、いるんだね。うん。なんかいたよ今。みんなに見せたい。やっぱりあれじゃないですか。見たよ、あの超でかいエビ。ほらやっぱり。なんかいたよ。もう入ってないこれトラップに。都内でもやっぱ山の方だからホタルいるんじゃないですか。入っちゃうよね。なんで私を肩トントンしてんの。なんかここになんか餅がいたよ。この中にもちょっといた。はい、じゃあ帰りますかね。やった。はい、すいません、今日ガサガサいった。超豪華のとりあえず魚、アブラハヤ3匹入れますかね。はい、あとこれ、これがカエル、カエル、もうすぐカエルのオタマジャクシ2匹にスジエビだと思うんだよな。で、テナガエビが1匹。うん、いいっすね。また行かないとね。はい、すいません、これが1200の水槽ですね。1200の水槽に金魚飼ってるんだけど、そこにスジエビとテナガエビ、これテナガエビね、これでか、ほら、こっちだ、違う、これスジエビだった、うん、
こっちがね、90センチの水槽。ハヤト。ハヤトなんだろうね、これね。ダボハゼってやつかな。まあ、全部多摩川で取ってきたやつなんですけど。今日取ってきたやつなんで、でっけえな、こいつ。